いやちゃん大丈夫です。お願いします。伝わったんで、視聴者さんにあ、キヨキヨですと伝わったんで、もう聞こえてたっすか。聞こえました今。なるほど。え、聞こえなかったっすか。聞こえたっす。あ、よかったっす。びっくりしちゃった、びっくりしちゃった。何ですか今日は。今日はですね、うん、まあまたトークシリーズの来た。ゲームがないということは、ゲームがないで、前回は、あのなんですよね、なんだっけ、あれちょっと待って、あのゲーム画面がね、そうそうそうありつつね、ゲーム画面がありつつ、うん、自分のリプレイを流しながら、まあなんだろう、画面見ながらやってくれてる人はそのクララのプレイも見ながら話も聞いてもらえればなみたいなスタイルで行ったんですけど、今回は、ゲーム画面なしで、うん、この画面だけで行こうかなと思ってまして、まあ理由はですね、普通にシンプルに、うん、なんだろう、まあ全、まあ俺のそのなんだろう、動画のあれって、うん、ここに入って、あの縦画面のゲームの横に顔があるんですよ。だから、まあ、シンプルに、うん、それよりもちょっとね、意見で、うん、やっぱり、ちょっと大きめの方がいいみたいな。はいはい、まあ、コメント見ましたよ、それ。そうそうそう。あの、キヨキヨさんの、うん、なんか背景みたいな感じで、キヨキヨさんってこっちにあって、ここにあるじゃん、実写で。そういう感じの方がいいみたいな意見が結構あって。ああ、見ましたね、コメなんで。なんで、はい、もうじゃあそっちもやってみて、はい、結構そのなんか、まあ比較してみて、はい、まあいい方を。ああ、いいっすね。取り入れよう説。ああ、素晴らしい。あとは、教えてほしいっすね。逆にゲーム画面あった方がいいとか。確かに確かに確かに。あ、逆に、もう話メインで聞きたいんで、こういうのがいいみたいな、うん、欲しいっすね。それ、はい、それ、お願いします。今日は何ですか。今日はですね、前回は結構大きめのね、話をしたんでね。何でしたっけ？今回は、前回は、彼女。そうそう、結婚作るには、まあ、ゴールは結婚だとして、はいはいはい、まあ、彼女を作るにはどうすればいいかと、やったやったあと、まあ、今、ボンって100万円がね、降ってきたら、何に使うのっていう話を。なるほどね、それ、話しましたけど。今日の議題は何ですか？今日の議題はですね、はい、また、ちょっと、まあ、前回行かれたら、まあ、しょぼめに、しょぼめなんてないですよ。しょぼめなんて逆に、うん、そのしょぼいのが僕は好きなんで。あ、なるほどなるほど。はい、そう、まあ2人でちょっと話し合って決めたんですけど、うん、まあ銭湯ではまあ、タオルをつけるのかつけないか。おおそれ、あ、いい表現しましたね今ね。そうそうそう、今いい表現しよう。いや、これリビングで見てる方もいるんで、そういう話、そういう話じゃ、そういう系ではないです。ただシンプルに、はい、まあ、こういうのもあるなとか、まあ、あるあるだとかね、はい、まあ、自分はこうとか自分の周りはこうだとか、そういう話を。なるほど。ちなみにどっちなんですか。ちなみに僕は基本的には、まあ、行く人とよるっすね、マジで。あ、結構その両党スタイル、両党っすね。でも基本的に僕が持っているのは、はい、別にそのなんだろう、タオルはつけなくていい派なんですけど、はいはいはい、だからなんかそのいつも高校の友達とかと割となんだろう、どっか遊んだ後とかに行くのは結構あって、はい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 、だから別に高校の友達とかと行くときは別につけないんですけど、はい、その逆にそのなんだろう、初めて行く人とかはまあとりあえずなんかさ、 あれじゃないですか、なんかさ、まあその仕事関係の方とか、そうそうそう、言ったらまあ同業種の初めてお会いする方とかですよね。そうそうそう、だから大体なんか初対面の時はみんなこのタオル巻くみたいな説あるじゃないですか。ないですか逆に。あ、じゃあもう初対面はタオル巻きっていう感じで統一されてるんですね。もうそんな感じです。割とまあこう親交が深くなってきたらもうつけずにスタイルで。そうそうそう、あー、なるほどっすね。え、僕はね、はい、絶対つけるんですよ。おお、いや違うんですよ、もともと僕も別につけなくてもいい派なんですよ、はい、ただなんかそのなんだろうな、分かんないですけど銭湯ですよね、はいはいはい、だからエチケットかなみたいなのはちょっとあったりするんですよ。まあ、自分が良くてもたまに俺も思う時があって、はい、自分的には別に良くても、はい、まあ、周りからは、まあ、どうかなっていうのは、うん、まあまあまあ、まあ、そこまで気にするべきではないかもしれないですけど、でも 気にしない前提の話ですよ。前提の話ですけど、あ、それはありますね。でもなんかそのなんだろう、別に鬼見られたくないっていうわけではない、うん、っていうので、なんかあと僕一つ説があるのが、はい、そのなんか巻くと、え、なんかこいつ俺に心開いてないんじゃないみたいな感じのを聞いたことがあるんですよ。これマジ、え、これマジで。まあ、でも言っちゃえば、はい、でもそれは今俺が言ったのと、あ、その理論ですよね。その理論ですよね。同じです、同じです。でもライキさんも実はそれちょっと気にしちゃってる説は若干。そうですね。それをまあか、まあ、いて、まあ、もうそれこそもう初対面で全然もう隠さない、もはやみたいな、もはやいうのは聞きますね。うん、確かに。人によって違うっちゃ違いますけど。そうですね。だから自分のそのなんか流儀があるんじゃないですか。あ、その戦闘プロフェッショナルとして、まあね、戦闘プロフェッショナルとしては別にプロフェッショナルじゃないんだけど、プロフェッショナルじゃない、うん、
ていうのは、ね、まあまあ基本的にまだなんだろう、自分でというかは周りに合わせるっていうスタイルですね。ああ、それはありますけど、結構、はい、ちょっと話飛んじゃうかもしれないですけど、いや飛んでいいですよ多分ね、飛んで多分センとこれはもう動画終わるぐらいの感じだから、もう終わり終わり、これでセンと話終わりです。はいはい、そうです。なんかでも自分の、うん、やっぱなんだろう、性格的な面で、はい、結構こんな感じですけど、うん、やっぱりなんだろう、まあ、自分で結構行くタイプとか周りに合わせるとかあるじゃないですか、うん、あ、まあありますね、割と周りに合わせたりする方なんですよね。はい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 、まあ、まあでもまあ日本人それで言うと結構そういう方多いですけど、ね、まあ、基本的には大体の人が周りに合わせるって感じですよね、うんうんうん、だからそう周りに合わせるような多分感じで生きてきたんで、あ、まあ、定説があります、ね、あ、じゃあ逆に初対面の人で相手がつけてなかったら、そのマークタオルを巻いてなかったら自分も巻かないとかあるんですか？人数によるっすね。あ、例えば詳細ですね、2人で行って、はい、1人がつけてなかったも、まあ普通につけていくかなって感じなんですけど、逆に5人で行って4人がつけてなかったら、まあ自分もつけないなっていう。ああ、まあでも分かる、それ そんな感じですね。それ分かるっすね。逆にみたいになるから、まあ確かにですね。あと一つあったのが、はい、その隠して僕ごめんなさい、隠してるの、はい、なんかこいつ何小心者っていう説ないですか？あるんですよ。そこまで追われる。いや、なんか、いや、考えすぎかもしれないですけど、はい、でも僕は今でこそ、はい、もう堂々としようっていうところで、友達と銭湯とか行ったり、はい、まあ、旅館とか行くと、もう真っ先にもうすぐ直行するんですよ。もうすっぱらかになってパーンって行くんですけど、逆にですけど、はい、まあ、その中学生の時とかはちょっとやっぱ恥ずかしいっていうのがあるんですよ、うん、あるあるある。だから本当は隠したいんですけど、いや別に俺恥ずかしいなって気持ちねえし、ドーン。恥ずかしいけど、まあ強がっちゃうみたいな。強がっちゃう。え、その説ないっすか？それはあるっす。あるっすよね。え、じゃあ逆に、その、はい、それこそお盛んなね、中学生の時に、はい、その銭湯とか、わかんない学校の行事とかで、例えばなんかそういう旅行とか、もしあったとして、友達と行ったりとか、はい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 、で、その時はどうだったんですか？隠してました？いや、多分、そもそも多分銭湯で、うん、みんなが最初は巻いてるんですよ。だんだん、うん、あ、いいやっつってペーンってタオル投げるって感じだったんで、はい、なんか大体多分その時はあんまちゃんとは覚えてないですけど、はい、多分最初巻いてて途中でつけなくなる派でしたね。ああ、途中っていうのはその1回の銭湯の戦いにおいて途中で、1回の銭湯の戦いのおいての途中ですね。あ、そうなんですね。あ、ちょっとあるあるいいっすか？はい、あの、ちょっといいっすか？いいっすか？タオルっぽいね。いや、まあなんかさ、あるじゃん、前、まあ、ちょっとわからん。ごめんなさい、僕はね、ちゃんと説明したいんで。あ、わかった、例えばこれちょっと T シャツですけど、すごい、違う、すいません。T シャツ、こう行くじゃないですか、言ったらね、はいはいはい、ね、こう行くんですけど、はい、がっつりこうやって巻いてると、あ、こいつ恥ずかしいんだって思われるそうなんで、はい、今でもやるんですけど、銭湯行った時にこう最初から巻かないで、ちょっとこう来ないで。やるんですか？マジである。やるんですか？やるんですか？やるんですか？俺別に今は気にしない時間ある感じやるっすよね、これね。マジであるっす。これあるんすよ。言っちゃえばそれっすもん。え、今これ僕結構これが多いっすね、逆に。確かに。なんかちょっと、あ、これの恥ずかしがってんじゃありませんのって思われるのが嫌だ。まあ別にどっちもいいけど、エチケットでしょみたいな感じ。がっつりやるとさ、いや、そうなんですよ。プライドが許さんのですよ、それは。わかります。すごくわかります。すっごいわかる。あー。でもそのハスを。あ、そのハスか、はい。でも共感してくれる人多いんじゃないですかね、逆に。いや、いいですね。ねえ。絶対です。だってなんか、ね、今でもちょっとやっぱり、なんか、がっつりガードしてると、なんやこいつってなるじゃないですか。あ、ちょっと、逆に気にしてんのかもしれないですね。うん。うん、それで言うと。もう結構完結しましたよ。いや、おもろいっすね、この、ね、こういう話、これ、本音話っていうんですか、本音話、うん、割とそうですね、結構ね、やっぱりなんか、うん、あの、またやってほしいって意見が多かったので、あー、俺嬉しいっすよね。嬉しい、嬉しい、見ましたよ、コメント欄の上位にありましたよね。そう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 、なんかこういうの楽しいみたいな、それ嬉しいっすね。まあ、そういう、まあ、そしたらまたやりたいなって感じっすね、うんうん、え、どういうテーマがいいんですかね、逆にね。確かに確かに、逆に、まあ、分かりやすいのは、でも結構やっぱり、はい、なんだろう、気になる、まあ俺の感性ですけど、うんうん、まあ、だいたい俺が逆に見る側として、はい、YouTuber のその他の YouTuber の人の見る側としてやっぱりなんか、まあお金の話だとか、あ、まあ、彼女がとか、まあ、だいたいその2つじゃないですか。いや、気になりますね。気になるトップ2は、はいはいはい、確かに確かに確かに。だからめっちゃ話題だから、
なんか光さんとラファエルさんで、はい、なんか年収公開しますみたいなあったじゃないですか。あったさあったさあった。あれもすげえ気になったっすもんね。面白いですよね、はい、そういう話ね。見たさ、だからそれも。ああまあね、だからそれ続けていきたいですけどね、これね好評であればね。そうっすね。もうなんか締めムードになっちゃってますけど。じゃあ俺ら、はい、別になんか全然前30分撮り終わった後に、はい、その話してて、なんか別にもっといけたよなみたいな。なってましたよ。なんかもうメンタル的に30分動画撮ったって感じじゃなくて、だってもう10分ですもんね。そうっすね。なんかもういけんじゃねもっとみたいな感じだったんですけど、はい、まあ、議題を多分前回2つしか用意しなかったんですよ。いや、まあ2つあったんですよね。まあそうっすね。今回1つなんで、そう今回先頭じゃねっつって先頭でパッて動画撮ったんで、今決めます。あ、今決めましょうよ。もうこれがやっぱエンターテイナーみたいなところです。はい、ということで、まあね、ちょっとまあ今ちょっと軽く5分ぐらい話し合って決めたんですけど、はいはい、まあ僕たちね、はい、言っちゃえば今週末にアメリカに行くんですよね。そうです。え、これいつ上がるんですか？もうすぐ上がりますか？もう多分明日か明後日ですね。ああ、じゃあまだアメリカ行ってないですわ。そうだ、多分明日だと。そうですね、そうですね、はい、そうですね。行くんすよ、2人で。行くんすよ、そう、2人で。いや、マジで、マジで、なんなん、なんなんとか言って、なんなん。いや、そうっす。え、僕初っすよ、僕2人で海外行くの。マジっすか？はい。言っちゃえば俺もっす。でもですよね、チームで行きますよね。そうっすね、チームで。僕もドズルさんと行くんで、絶対。ああ、ドズルさんとかスーパーセルの方とか。ああ、なるほどなるほど。確かに。じゃあアメリカじゃないですか、うん、何したいですかと。いや、僕ね、はい、アメリカはニューヨークに行ったことあるんですよね。おー、そうなんですね。そうです。とか、まあアメリカじゃないですけど、まあそういう系、英語圏だとカナダ行ったことあるんですよ。で、その時に僕アメリカのね、マック食ったんですよ、普通に。はいはい、違うんですか？いや、割と普通だったんですよね。いや、なんか有名な、なんかわかんないですよ。確かに確かに、マックといえば結構アメリカみたいなイメージあるんですよ。ありますよね、はい。で、よく聞くのが L サイズ頼んだらもうコーラがこんなんだったみたいな。で、もうバーガー顔のデカさみたいな。はい、普通だったんですよね。もう日本のと並べられてもわかんないですか？あ、でもちょっとでかい、そこまでは ちょっとでかいんですけど、あ、一回りでかいなとはなりますけど、こんなんじゃないわ、こんな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 んじゃないですか、こんなんっていうのあったんで、したいこと、はい、うん、僕はなんですけど、その3日4日アメリカに行きましたし、はいはい、そのカナダとかも3日4日だったんですけど、はい、その3日間でもうアメリカ感になっちゃったわけですよ、僕は。やっぱりちょっと人と当たったらそうもいいって言っちゃ出た。ないっすかそれ。いや、わかんないですよ、だって俺アメリカ行ったことないですもん。ああ、でもそれで韓国とか、韓国とか台湾とか、韓国台湾、まあまあそうか、英語使わないか。まあ、いや、カムサムニー、台湾に関してはそう、うん、まあでもカムサハムニーでは一瞬流行ったっすね。あ、2段2段ある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 、それ取って2段みたいな。ある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 、それはちょっと流行った。あるあるある、確かにな。だから本当になんかアメリカっぽくなっちゃうわけですよ。だから僕はなんかなんかその街を体験したいですね、いろいろショッピングが違うんですね。いや、俺すっげーわかる。なんかもうアメリカで、はい、なんだろう、これも、まあ、夢じゃないかもしれないですけど、はい、まあ、例えば多分普通に聞きたいのはなんかもう、なんかもう本当になんか、いや、もう疲れない。バンジージャンプしたいとか。いや、全然ないですか？ない、アウトドアですか？アウトドアですか？とか、はい、まあなんか、まあ俺まだ無理ですけど、そのカジノに行ってもう大掛けしたいとか。なんかそれよく聞きますよね。そういうのがやっぱ結構、まあ、はいはい、なんだろう、普通な話だと思うんですけど、はい、俺結構やっぱりアメリカに行くから、はい、なんかなんだろう、アメリカのデザインの服とか、うわーいいなそれ、靴とか、まあ普通にもう日用品、コップとか、なるほどっすね、そういうのを買いたいなって結構思ってて、だからなんか、まあ普通に結構多分いろんな人にお土産とかも買うと思うんですけど、はい、なんかもうそういう自分へのとか他人へのお土産に結構なんかもう金持ってこうかなみたいな説があるですね。え、僕お土産買わないんですよね。マジっすか？はい、マジですか？やばいんすよ。なんで、なんで理由は？いや、まず絶対海外リュックなんですよ、僕一つなんですよ、リュック。ドズルさんもそうなんですけど、まあドズルさんが伝染したんですけど、僕、俺そうなんですか？行く時もリュックで、帰るも絶対リュックなんですよね。え、なんで？なんか、もう荷物が嫌なんですよ。っていうのがあるんですよ。で、ドズルさんとかも、はい、まあでもちょっと買うっすよ、言っても、はいはいはい、言ってもちょっとコップとかだったら、まあリュックの隙間に入ったりするじゃないですか。はい、とかいう感じで、こう重いのが、重いのっていうか、もうかさばんのが嫌なんで。あ、でも俺のなんかちょっと、ね、そのなんか、はい、
なんか結構年上の10個ぐらい上の人で、はい、結構なんかいろんな話とか聞かせてもらってる人とかいるんですけど、はい、やっぱなんか本当もう紙袋一つで行って、うわ現地で全部服とか買ってみたいな、なんか結構もう荷物少ないのがいいっていう人もいました。いますよね。いました。それなんですか？でも俺は、はい、分からんでもないですよ。おお、分からんでもない、分からんでもない、それは当たり前ですね。討論だ討論だ討論。重い荷物よりも、はい、リュック1個の方が、まあ、俺はもちろんそのなんかリュックなんなら普通用のバッグと、はい、多分スーツケースでいくと思うんですけど、スーツケースとショルケースか、いや多分トートバッグ、ね、あートートバッグケースの、はい、とか、はい、まあ普通にショルダーとかだと思うんですけど、なんかまああれなんですよ、そのまあ重くしたいわけで言ってるわけじゃなくて、まあ確かに着替えとかがあるから重くなってるわけであって、はい、持っていくものがあるからやっぱ重くなってるわけじゃないですか。なるほどっすね。まあ確かに、はい、それはあるっすね。だからなんかそうなんですけど、はい、でもなんかお土産買いたくなんないですか。お土産はまあそうなんですよ。で実際に買うと、僕もあの前ヘルシンキ行った時に、フィンランド行った時にちょっとチョコレートだけ買ったんですよ。あやっぱいいんですよね、その家に友達が来た時とか、あこれ、はい、ヘルシンキのちょっとおしゃれなチョコレートとか言えるんで、すごいいいんですけど、やっぱね、僕なんですけど、荷物の重さイコールテンションなんですよ。テンションと荷物の量比例するんですよね。でもさ、スーツケースだったらそんなじゃないですか。いや僕ね、あれやなんすよね。マジっすか。変態っす、変態、変態なんで。変態っす、変態っす、変態っす、変態っす。そうなんですよ。じゃああれですかね、デトネの人がみんな荷物少なかったんですよ、はい、それもキヨキヨさんがデトネ…いや、それは違う、それは違う、それは違う、多分それはね、はい、まあでもワンチャンルイスさん、あもう僕はあの中学校からずっと親友なんで、あーそうっていうのはあるかもしれないですけど、でもないと思いますけど、え、荷物少なかったんですか。いやマジでなんか俺らがそのポノスの人、はい、まあマネージャーとかこうやって集まった、集合して、朝集合して、はい、デトネの荷物見た時にみんなリュックとか、はい、なんかまあ持ってる、なんかスーツケース持ってたかな、わかんないですね。なんか俺らスーツケースに結構かさばるよねとか話をしながら、スーツケースをこうやって引いてたんですよ。そしたらなんかリュックだけのやつらがいるから、やつらバカなんじゃねえかと思って。あーなるほどですね。でもそれで言うと、はい、高チャンネルとかは、はい、もう今でこそ治ったんですけど、僕ん家に来るときに、まずリュック、うん、で、あとなんかサッカー選手がサッカーの合宿とかにまずあのでかいある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 っすね。なんかあるじゃないですか、でけえやつ、こうやるやつ、リュックにこれに、なんだ、あ、なんだ、PC とかいろいろ入ったばっかこんなんで来るんです、こんなん何しに来たの、オレンジみたいになるわけですよ。そうなんですか。で、それが3ヶ月ぐらい前なんで、だから、その時は多分伝染してなかったんですよ。あ今でこそ、まあ、リュックにまあちょっと手下げかなっていう感じで、まあミニマムにはなったんですけど、まあ言うても遠いっすからね。でもまあ確かにね、まあ愛知と東京で、まあ、服とかもだから僕行ったんですよ、そのユニクロとかで買って僕んちに置いておけばいいじゃんと、まあ、まだまだ実施されてないんですけど、まあ実施する予定ではありますけど、まあ、言ってもこうちゃんでも東京来るんで、うん、あれですけど、そうですね、ミニマムなんですよね。へえ、ミニマムで生きていきたいんですよね。なんかありますね、まあ分からんでもない、間違いなく思いよりは軽い方がいいんで、ですよね。だからなんか、ミニアルだと、はい、あ、ちょっとコーヒー飲もうかなとかもいけるんですよ。まあまあまあ、別に重くてもいけますよ。まあまあまあ、ただ、気持ちの軽さが違う。そうなんですよね。まあ、それはですね。確かに確かに。だから変態なんで、そういう変態を阻害しないでください。お願いいたします。変態族っすね。はい、変態なんで、ドズさんもそうです。ドズさんも全部リュックっす。変態っすね、あれも。はい。4泊6日とかでもリュックっすよ。マジっすか？さすがに、僕、さすがですけど、2週間行くって、ってなったらちょっとスーツケース持ってくと思います、さすがに。でも、はい、あれアメリカって今あったかいんですか？寒いですか？あ、寒いっす、めっちゃ寒いっす。え、寒いっすか？で、ニューヨークは4月の時点で極寒だったんで、多分寒いんじゃないかなと思います。めっちゃ、じゃあ、ここよりも寒いっす。確か。え、そんな寒いのに、はい、なんでそんな軽い装備でいけるんですか？え、なんですかね。え、逆に何入れるんですか？え、逆にだって、はい、俺なんか12月かな、いつだっけな、世界大会あったじゃないですか、はい、あれで1週間ぐらい入るときに、はい、ホテルにずっとなんかいたんですよ、1週間ぐらい。その時に、もう冬服ってやっぱもう、まあ、当たり前ですけど夏服よりもかさばるじゃないですか。まあまあパーカーとかはでかいですからね、はい、パンパンだよみたいな感じで見れてたんですけど。なるほどっすね。だから冬でただでさえスーツケースでも俺らパンパンだったのに、はい、リュックでとんでもない。入ってるものの内訳を申し上げますと、はい、基本的に外出るときはもうコートじゃない、コートっていうかジャンバーみたいなのあるじゃないですか。だからそれ1個で外出るときはいいんですよ。ただ室内でもちょっとホテル寒かったりするんで、パーカー1つは持ってくんですよね。でそれ以外僕基本全部半袖なんで、もうそういう感じか、もう下着しか持ってかないみたいな。あ、で下着と、まあでもさすがにちょっとあの
あの海外行ってあの 池の氷に落ちちゃう可能性あるんで可能性あるんで、まあ、ちょっと替えは持ってます。ちょっと厚めの T シャツを2つと、まあ、確かにそれだったらそうですね、3泊5日ぐらいだったら、まあ、下着全日分と、はい、T シャツ2枚ぐらいに、はいはい、冬だとパーカー1個っすね。あなるほどね。さすがに5泊7日とか行くとパーカー2個なんて、もうバカ正直に4日だったら4日分の、はい、パーカーパーカーとか入れたりするっすね。まあ、4日分のパーカーまではいかなくても、はい、まあなんか6日だったら、はい、まあ3個入れて、まあちょっと2日に、ああなるほどっすね、なるほどっすね。割と確かに、それで言うとなんか僕すげえ不潔みたいじゃないですか。まあそうではないですね。そうではない。そうではなかったりするじゃないですか。いや俺も実際、まあね、まあそうですね。うん、ありますよ。だから、今でこそな、なんか僕謎にパーカー着てるんですけど、なぜならば今さっきベランダにいたんですよ僕、はい、ベランダでコーヒー飲むっていうなんか謎のおしゃれ気取ってたんで、30分ぐらいベランダずっといたんでパーカー着てるんですよ。で今最近暖かくなってきたじゃないですか、はい、幸いに。でも夜ってちょっと寒いんで、寒いですね、これ着てるんですよね。はい、はい、でも基本僕、まあそうですけど僕コーン T シャツじゃないですか家で。はいはいはい、確かに確かに。寝巻きもあれで、生活もあれなんですよ基本的には。で4着5着で回してるんですよ。寝ちゃうですもんね。寝ちゃうですもんね。だからなんかその基本あれなんですよね、半袖族なんですよ。あ半袖族なんですね。だからもう日常から物が少ないっちゃ少ないですね、身につけるものがないみたいなのはあるかもしれないです。別にあれですよ、別に大荷物の人が悪いって言ったわけじゃないし、はい、逆に少なくても悪いって相場しないでくださいましょう。まあ悪いじゃないですね、ただまあなんすかね、その属性属性属性的に理解できないっていう部類では、うん、なんかなんだろう、理解できない理解できないっていうか、いや、はい、理解、今でさえ話を聞いたから理解できるんですけど、はいはいはい、あの自分が、あ、まあ、自分が基準じゃないですか、常識の基準っていう言い方もあるんですけど、ね、世界の中心自分、ね、世界の中心は今自分じゃないですか、ですですやっぱり考え方っていうのは、はい、で自分がパンパン、スーツケースでさえパンパンなのにリュック一つって、うん、お前みたいな、今すぐ帰って荷物取ってこいみたいな、あ確かになるって思ってたんですよ。俺らはデトネを見て、うん、おおってなって、あいつらやばいなみたいな、どうしたどうしたどうした、ギルフあんのみたいなね、ルイスどうしたどうしたみたいになって、なったら現にもう話しかけて、いやお前ら何なのそれみたいな、いやそう思います、装備軽すぎんみたいな、ああそういうことですか、僕逆ですけどね、あーあーあーええー、そんな持ってみたいな、そうそうそう、あとはなんかその荷物の、はい、荷物の量イコールやる気みたいに思われる時もあるんですよたまに。張り切りすぎやろお前みたいな。いや違います違います違います。違うんすか。逆に、あ逆にですか、少なすぎてお前何やる気ないのみたいな。そう、えお前何しに来てんの、え仕事じゃないの、 YouTube 撮影するんじゃないの海外でみたいに言われたりするんですよたまに。あえそんなことあるんですか。いやまあ言われたっていうか、まあなんかそういうシチュエーションを見たみたいなのあるけど、そんなことはないですよ。だって僕入ってんの PC もカメラも全部入ってますから。あ確かに全部入ってます。PC カメラ入んねえから置いてくるとかじゃないですもんね。ですですです。より気持ちよく仕事をするためにも、あー、ね、なるほど、まあ、っていうのはでも、まあ、日本って割とそういう感じではあるじゃないですか、まあ、確かに、スーツを着てることが大事とか、そうそうですね、あると思う、まあ、それも僕は大事だと思うんですけど、まあ一方で、ね、あなるほどね、まあ、はい、確かにそう言われちゃえばそうかもしれないですね、わかんないですけどね、わかんないです、なんか、まあ、実際今面白いですね、そうですね、スーツケース、うん、ってか割となんですけど、俺が海外とか、はい、結構遠くに行った経験がそんなにないんで、あーなるほど、言っちゃえばなんか小中とかで、はい、結構なんか沖縄に行ってた時期があったんですけど、そうなんですね、なんかひいおじいちゃんかなんかかな確かが沖縄に住んでて、なんかもうだから俺も沖縄の血が流れてるし、あなんか薄っぺらいことを言いますけど沖縄っぽいですよね。だいぶ薄っぺらい、ペラっすね、こんな沖縄っぽいですねって、そうなんですね、だからなんかでも小中ってやっぱ重い荷物とかって結構親が持ってくれるじゃないですか、あー確かに、とかまあ家族みんなに荷物をまとめて親が持つとかだったんで、はい、なんかそのあんま荷物を持ってくっていうのがなかったじゃないですか。で何もその旅の常識を知らないまま、今初めて海外に行くときに自分でスーツケースを持っていくっていう常識をあるがあるじゃないですか。あなるほどっすね。今はまだ多分、なんならそのなんか、はい、ルイスたちはもうその常識を一回通り抜けて、はい、スーツケース族だったから、はい、だったけどもうこれ足りるってやってもう それかもしれないですね。かもしんないっすね、はい、ワンチャンですけど、まあ、僕もそうですけど、はい、高校2年の時は修学旅行でカナダに行ったんですよ、はい、修学旅行行ったんですけど、そのまあルイスと、はいはいはい、まあ、同じ組だったんでずっとね、はいはいはい、めっちゃでかかったっすね確か。
もうありえんでかさの。それで言うと僕もでかいんですよ。僕も見たらその調子乗る前だったんで、あのでかいんですけど、だからそういう経験があるかもしれないです。こんな大荷物で、重いだけじゃん、全然使わなかったみたいな。いやでもあるっすね。ありますね、それは。俺もなんかその世界大会のやつで、はい、ホテルから帰ってきて、はい、どれ着たっけってなって、あ、あれ、それとりあえず洗濯機に全部ぶち込んで、それ、そうそうそう、全部ぶち込むんですよね、海外の。てかどうだっけなって全部ぶち込むんですよ。わかるわかるわかる。なったっすもん。だから僕今でさえも、はい、量持ってっても使ってない T シャツとか出ますからね。あ、結局着なかったわみたいな。結局じゃあもうちょっと軽くできるみたいな、はい、できる。あ、なんかまあ飛行機とか乗ってるんで、はい、それを新しく部屋着で着たくないじゃないですか、ちょっと、はいはい、ちょっとなんか外気浴びてちょうど嫌なんで、でも洗うみたいなことはあります、ね、あ、なるほど。やばい、待って待って、この動画さ、はい、もうほとんど飛行機の荷物の話荷物の話、荷物の話、もうダメだ、アメリカアメリカのアメリカの話にしましょう。いやでもやばいと思う。29撮ってて、多分会議が5分ぐらい挟んだね、今23ぐらいですよ。でもこれ30分動画にしません？そうだ、なんか雑談前29分30分ぐらいだったんで、はいはい、あと7分そう、何にするか。え、どっから脱線したっすか。だって荷物の話でしょ。はい荷物の話で間違いない。荷物の話で脱線したっすね。クソおもろいんだけど。マジで脱線なんだよな。脱線した理由わかんの覚えてないですね。確かに、はい、覚えてない。まあ、うん、でもだからそうですね、買いたいんですよね、そこら辺の。あ、ショッピング、あ、お土産の話だ。そうだ、お土産、お土産買う買わないの話。あ、そう、それだ、それだ、それだ。え、だからショッピング行きたいです、僕は。なんかショッピングモールとかで。いや、マジ行きたいです。いや、そうなんですよ、俺何でも買いたいですもんだって。え、何買います。え、僕もちょっと買いたかったりするんですけど、結構なんか前見て思ったら、はい、みかんさんが、はい、なんかその一人だけなんか海外のそのなんか撮影みたいに行って、はい、アメリカかなんかに行った時、そう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 、聞きました、行った時になんかそのお土産で、はい、いつも結構俺とかみかんさんがお世話になってる人に、うんうん、なんかそのそういう人は結構お酒とか好きだったんで、はい、なんかお酒入れるちょっとしたコップみたいな。ああ、おしゃれ、そういうの嬉しいな、それ。めっちゃ喜んでたんですよ、その人が、はいはい、だから俺もあの、まあ、コップを買おうかなと思ったんですけど、好きだな、それ。だからなんか結構俺でも俺お酒とか別に飲めない俺からしても、うん、おいいなみたいな、いけてるって感じ、いけてんなみたいな思って、はいはいはい、結構ええなと思って、うんうん、まあ、その人にも今俺もアメリカ行ってそれ買う予定で、自分家にもなんかなんだ普通のコップなんですけど、はい、まあ、アメリカチックなものを買いたい。ああ、なるほど。え、それは I love New York って書いてあるのか、それか、はい、なんか現地っぽい模様なのか。逆に俺なんですけど I love New York まだ行かなくても、はい、ちょっとなんかなんだろう、日本にないようなデザインに、あー、わかる、英語とかで書いてあって、はい、え、なにこれどこのって、あ待って、聞いてこないでしょ、どこのって。聞いたことない、今まで生きてきて。あ、じゃあコップとかそういうの、あー、逆にでも、じゃあはい、聞かなくても、うん、あ、これ新しいコップじゃんみたいな。あー、あるっすね。よく来てる友達とか結構いるんですよね、今。はいはいはい。まあ、キョキョさんほどじゃないですけど、キョキョさんって俺一人、もうキョキョさんちって俺二人だったことないですから。ないっすよ、誰かいるっすよ。今もう三人いますからね。3人いますから。やばいな。だからなんですけど、でもまあ、そこまでじゃないですけど、はい、普通に週に2、3回来るとか友達とかいて、だからコップとかまあわかるじゃないですか、それ言っちゃえば、はいはい、だから新しいのちょっと入れて、いや、これどうしたんですか、わっしょ。ニューヨークで、ニューヨークで、ちょっとやらしかん、やらしいかじゃないですか。あいつ自慢話しかしねえよなみたいな。ニューヨーク、ニューヨーク、ちょっと行ってきて、やっぱちげえわあれやっつって、ニューヨークのコップちげえわっつって。ちょっとタンブラーだったりするわけですね。そう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 、冷えますみたいな。冷えます。え、なんか服とか買います？買いたい、買いたい。僕ね、ニューヨークあったかな、なんかさ、それこそニューヨーク柄というか、ニューヨーキーなさ、はい、感じの買いたくないですか。逆になんかもう先に、うん、はい、下調べをして、なんかニューヨークに しか売ってない服とかを調べて。え、そんなあるっすか。いや、なんかでも靴ではあった、その韓国にしか売ってない靴みたいなのがあって、それをその韓国の、あの、その行った時に、試合で行った時に買ったんですけど、はい、ねえな、ねえな、ねえな、ちょっと今ねえんかい、洗ってたかも、洗ってるかもしれない、施設っすね。なんかそのさ、アメリカンのさ、なんかワッペンがうわーってついてるやつあるじゃないですか。あー、そういう系のやつ、もうバリバリ、もう、まあ、見たらアメリカですよみたいな、見たらアメリカンやみたいな、そういうの、そういうのはね、逆にでも、そこまで、なんか逆、なんだろう、家で着るとかだったら、うん、多分買えるんですけど、うんうん、なんだろう、外に出る
とかどっか遊びに行くときに、うん、は着れないですね俺逆に。あー結構その白く待って見つけたいな。ここで喋るここで。もう明らかなアメリカ感を出す感じが、はい、ちょっと俺はなんかちょっとだけ恥ずかしくなっちゃって。なるほど。はい、なるほど。いやそれアメリカ人で結構やっぱ周りでも。いじってくる友達が多いわけですよ。はい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 、なるほどですね。そうで、その中でしかもやっぱめちゃくちゃ服に詳しい人とかいるから、はい、その俺がちょっとアメリカ行ってあこれいいなって買ってきたアメリカバンバンな感じだとお前絶対それアメリカ行った時買ったやんけっつって いじられるってことですか。そうっすね。てかもう多分周りもうなんかそう見てる人結構いるんじゃないかって とか思ったり、あとは俺がそういう感性でもあったりして、なんだろう、ないやん、もう、はい、もうあからさまなアメリカは買えないかなみたいな。あからさまない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 、これこういうのっていうのがさ欲しいじゃん。欲しいっすね言ったら。いやないないないんかい。ないないない、 あとは10秒探してなかったもん。ない、笑ってるかもしれんクリーニングみたいな絶対出してないけど。絶対それ毎回やって見つかんなくなるやつじゃないですか。そう、俺ねめちゃくちゃなんですよ僕たち毎回。あ、助かった助かっちゃった。ショックってかあれでしょ、あれないの結構ショックなんですけど。そんなことあります。ええ本当にリアルにないじゃん。本気で探せばあるんじゃないですか。僕が本気でないとでも。本気でない、俺ショックなんだけど。ああ誰か、サンゼルスが誰か着てっちゃったんじゃないの。え、ないわ、終わった。ああ終わった。終わったピーポーじゃん。終わったピーポーっすよ。なんだろう、まあいいんじゃないですか。まあいいか、まあいいかじゃん。あった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 んかい。そんな違う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 、英語書いてあると思ったらもうジェンガだったわ。英語見えたからさ。そんなことないっすよ。いや、本当に思ったんだけど。うわ、ないわ、もうごめん、ない。でここまで引っ張ったらさすがにさ、はい、いや、ない、でもないじゃないですか、それ。いや、引っ張ったら絶対ないやつっすよ、それ。さすがに引っ張ったらないやつっすよ、それ。終わった。ないわ。ないっすよ。どっかボックス入れちゃったんかな。疲れました。そういうことっすね。足で、そっか。まあ、服とか靴とか靴買うっすか。え、靴はやばくないっすか、海外で買うの。まあまあまあ、なんか買いたいな。まあ、ね、売ってたらっすけど、はい、言ったら服の方がやっぱちょっと買いやすい感あるじゃないですか。だってそうですよね、持ってきやすいっていうのは一番でかいかなとか思いますけどね。だからそうじゃないですか。おや、探してるっすか。ないわ、もうないわ。無理。そう、無理だ、だから終わった靴とかね、まあ服とかそういう感じのっすね。なんかあとあれっす、キャップとかなんか帽子とか。あり、それありっす。でもな、服買っちゃうと、もうそれで言うともうキヨキヨ伝説、リュック1個っていう伝説が途切れちゃうんですよね。リュック1個伝説、やっぱりその伝説に縛られてるような。あー、それはもうリュックに支配されてるんですよ。リュック支配してないっすもんね。そう、支配するはずが一つのリュックで行くってことに支配されちゃった。うわ、それは良くない。それはエンターテインメントとして、エンターテインメントとして、もうそれは予定調和でしかない。予定調和ですね、それは。だってリュック1個で行って、リュック1個で、なんなりとリュック1個の生活をしてリュック1個で終わると。 それもエンターテインメントじゃないですか。必要ないからリュック1個で行くのはいいと思うんですけど、やっぱりリュック1個で帰りたいからお土産を買わないってのは、それはやっぱ違う。楽しめてないと。甘い甘い。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい、今日もなんか第2弾の話がすごいもう鬼盛り上がりました。リュックトークで、リュックトークで、まあそんな感じですかね、うん、今日はこの辺ですかね。なんでちょっと海外で動画も撮ろうと思ってるんで、はい、せっかく YouTuber2 人で行くんで、はい、もういろんな動画撮りたいですね、本当に。まあもちろん例えば、はい、海外でショッピングする動画とかももちろん面白いし、確かに普通にホテルで動画を撮るっていうのも面白いと思うんですよね。ありですね。コラボ動画とかも上がっていくと思いますんで、お願いします。ってことです。はい。まあ本日また4本撮らせてもらって、キヨキヨさんのチャンネルでも2本と、僕のチャンネルで2本。結
構神回多かったですね。神回多かったです。なんかもう楽しかったです。だから時間経過感じてないですもん。そうですね。マジなんかさっきサンモ取り合った時2人話して、うん、マジなんか疲れゼロじゃないですかみたいな。あ、ゼロゼロ。疲れゼロのメンタルだった。え、なんだ今もゼロっす。そうそうそう。疲れてないっす。いや本当にだからなんかまあなんすかね。なんかこう馬があるというか、ね。馬が。あーもう合ってきた合ってきた。てな感じ。まあ、多分俺とキヨキヨさんの最初のねコラボとか見てもらうと多分今の感じだとね多分今のえ見たいなそれ。確かに それ次の企画でやりません。確かにそう。初期動画見て初期動画を見てちょっとなんかまだなんかお互いちょっと気遣い合いのねやってる感じがまた面白いじゃないですか。それで見ましょう2人で、はい、2人で見ましょうそれ。あ面白い。だからそれもねまあそういうのもね見て楽しんでもらえるとと思います。お願いします。今日の面で終わりたいと思います。それでは皆さんグッション。わあ、ざざざざざ。